はい、どうぞよろしくお願いします。まず、まだ成立しておりませんが、もうじき、本年度予算が成立するということでございますので、まあ、成立したということを前提にして申し上げます。それで今回の予算はですね、まあ、交付国債というような手法を使って、見かけの上では財政規律を維持したという形になっているんですが、そのマニフェスト破綻が破綻したという認識もなくですね、ばらまき政策見直しをしようという三党合意も誠実に履行していないと、そういう予算であると思います。そして野田総理はですね、予算成立とそれから消費税というようなことばかりに頭がいってですね、例えば違憲状態にあるその一票の格差の問題についても全く解決しようとしていない。前回の党首討論においてもやはり今の一番の問題点を直視して、そこをまず解決することを考えようと申し上げて、総理もそのことに同意をされたはずでありますが、民主党からその後進展をするような動きは見えてこないわけです。もう消費税ばかりに目を奪われてですね、こういった一票の格差問題も早急に解決していくように、これは強く求めなきゃいけないと思います。実は消費税以外のことにちょっとあまりにも目が向いてないんではないかということはいろんなことに感じます。例えば韓国でありました核サミットのワーキングディナーの欠席したような問題についてもそうでありますが、まあ、今日はそれ以上今日はそのことについては申し上げません。それから週末ですが、明日あさって福島県と茨城県を訪問いたします。福島県では川内村、これは役場を川内村に戻されたということがありまして、除染状況について視察をいたします。それからいわき市では、漁港や商店街の状況についてお話を伺わせて、いただく。それから茨城におきましてはですね、大津漁港を視察いたしまして、復興状況について、地元の方々と懇談をさせていただく予定であります。それから8日の日曜日にはですね、沖縄振興法が成立を受けましたので、成立をいたしましたので、それを受けて沖縄を訪問することとしております。沖縄振興法の関連施設を訪問いたしますとともに、沖縄県の知事それから関係者とお会いして、沖縄振興に関するお話を伺ってこようと、思っております。それから月曜日ですね、4月9日の月曜日は仙台で開催される全国政調会長会議に、出席をいたします。で、会議に先駆けて、現地の復興局を訪問しまして活動状況について、話を伺うとともにですね、被災地の視察を行います。それから全国政調会議におきましては、総選挙に向けて各県の政調会長からご意見を聞かせていただくという予定にしております。私からまず申し上げることは以上でございます。それでは質問をお受けいたします。挙手の上、社名と名前をお願いいたします。まずは、平川クラブ加盟の方からどうぞ。はい、どうぞ。ただの今日の予算成立の関連でお話しますけれども、その新年度予算がですね、この4月を通して、その4月にずれ込んだということに対して、その民主党政権にその、国会の運び込みを出すか、そこに対する受け止め、そういうことについても、暫定予算になったわけですね。それで私たちが与党におりましたときは、暫定予算になるというのはもうできる限り避けようと。暫定予算になるのはやはり暫定予算ですと、要するに支出も政策体系を睨んで支出するということがなかなかしづらくなって、とりあえずつなぎで使うということしかできないと。それは、血税を使う使い方としては、
不適切である、まあこう思ってきたわけです。ところが今回この暫定になったことはですね、我々が特に審議拒否をしたわけでもない、審議 あのそういった妨害をしたわけではないんですね。むしろ満足な答弁、閣僚等が満足な答弁ができないので、あと陳謝をするとか、そういうことの積み重ねで結局暫定になったわけです。しかしそのことに対して与党として責任を感じるとかですね、そういうことが あんまり見えてこない、仕方がないじゃんとこう言ってるように見えるわけで、私は与党としての責任感を疑いますね。はい、どうぞ。共同通信の吉です。消費税ばかりに目がいっているというご指摘があったところで、消費税の質問に恐縮なんですが、民主党内からですね、その関連法案の審議入りに関連して、その早期の審議入りに対して慎重な発言というのが、いくつか取り出しておりますが、これに対する、まあ、受け止めと、まあ、総裁の現時点での審議入りに関する条件とかあるいは時期について、どのような改めて。まあそれほど日程の余裕があるわけでもありませんね。それで、できるだけ採決を先送りにしたり、審議を遅くしたりするような動きが民主党内から見られる、これは要するに政府与党としての、一体的な取り組みが全くできてないことを物語っていると思います。その原因は今更申し上げるまでもありませんが、要するに手順段取りを踏んでいない、つまり彼らのそういう心のやましさを表現したものとなっていると思います。しかしそれではですね、期間も限られているわけですから、何もしないで先送りをしようというようなことであれば、野田総理がその政治生命をかけるとかですね、不退転の決意で臨むとおっしゃっていることから、それは誠にこの違う方向ですね。これもやはり政府与党としての責任感を放棄した行動だろうと思います。私どもは特別な条件があるわけではありません。しかし例えばですね、先ほど申し上げたような一票の格差是正のようなものは、まあ、これ消費税のこの案件をめぐっては今後国会もどういうふうになっていくのかということが十分与党としても読めてないところだと思います。私どももこの案件をめぐっては与党のああいう混乱もあってですね、今後どういう国会運営になるのか、なかなか予測がつきません。従いまして、こういう最高裁判所からですね、憲法違反を指摘しているような案件をそのままグズグズしてますと、何にもできないままに終わってしまうという恐れがございます。ですからこういったものは早急にやるべきであるというふうに私は思いますね。それは強くもこれとか、まあ、せっかく長い期間をかけて合意をした郵政のようなものは早くやるべきであると私は思っています。はい、どうぞ。はい、すいません、実通信します。関連してなんですけれども、そうすると確認なんですが、一票の格差の是正の問題、あるいはその郵政の問題、この双方をできるだけ早く仕上げた上で、できる限り早く審議に、その消費税法案の審議に入るべきだというお立場でいいのかということと、あと合わせてその審議日程ですね、期間に関しては公明党なんかは100時間必要じゃないかという声も漏れているようですが、自民党としてはどのぐらいの審議の、ボリュームの審議が必要だということをお考えしております。まあ、先にやって、それからできるだけ早く審議に入れというのはそのおっしゃった通りです。ただ私ね、今ご質問がありましたけど、こういうことをいちいちまず野党の方からですね、こういう審議日程でやるなんていうことはですね、本来おかしいんですよ。私またそれに対していちいちこうだあだっていうこともね、なんか非常に割り切れない感じを実は持っております。まず今のようなことは与党のですね、国対委員長なり何なりにお聞きいただくのが本来、それで与党の審議計画に対して我々はこう考えるというようなことが本来じゃないでしょうか。我々の方がこうだあだと、それは全く与党と野党の役割分担というようなものをね、全く
なんていうんですかね、お互いにやはり役割分担をしながらより良い協力、大きな意味での協力をしなきゃならないときに、役割分担も十分できないようじゃやんぬるかなとしか言いようがありませんよね。はい、どうぞ。公正特例法案、交付国債の取り扱い等についてはですね、我々は組み替え動議で、指摘はしているわけですね。だからこういった点について総合的に整理する必要はあるんだろうと思いますね。それでは平川クラブ加盟者の記者の方以外の方も含めてご質問をどうぞ。はい、どうぞ。すいません、時事通信石垣です。与党の国民新党が連立政権を離脱したのかしていないのかがはっきりしない状態が続いておりまして、自民党の国対、自民党の国対もこのままでは国会の審議に応じられないということを言っているようなんですけれども、今の国民新党 の現状について総裁というふうに見ていらっしゃいます。今の問題、この他の審議だけではなくですね、11日ということが予定されている党首討論もこういう問題のまだ整理ができないから伸ばしてもらえないかというようなことがあるようでございます。誠にもって、論評にも値しない、その迷走ぶりだと申し上げる以外ですね、言いようがないんですね。それでこういうことが起きている原因はもうこれも何度も言ったことで今更言うのもあれですが、要するに手順段取りを踏んでこなかったことのつけだと私は思います。はい、どうぞ。フジテレビの柏です。田中防衛大臣に対する問責決議案なんですが、当初自民党としてはですね、予算を成立した直ちに提出することも検討していたようですが、結果的に、北朝鮮ミサイル発射予告など影響をです、見て、提出を先にの、見送ると伸ばすということを決めたそうなんですが、これについての、現状での総裁のお考えがありましたか。予算委員会での質疑を見ておりますとね、大変失礼ながら防衛大臣の重責を担われる資質に欠けているのではないかと、思わざるを得ない。だからこれは一刻も早くですね、野田総理としては更迭されるべきだと、私どもは思います。でそうでないならば、我々はですね、問責の提出というようなことも考えなきゃいけないわけですが、今ご指摘がありましたようにね、北朝鮮のミサイル等々の問題がある中、そういった問題もございますので、提出の時期等については少しよく検討したいと思っております。はい、どうぞ。仙台ではですね、茂木政調会長の計画はまずその全部そこで決めるとか議論するわけじゃないと、まず第一弾だと、こういうことであります。そこで消費税についてどういうことをあれするのか、まだ茂木さんとよく打ち合わせはしておりませんが、我々はもうすでにその消費税については、2年前の参議院選挙でも明確にして戦ったわけであります。我々はずっとそういうことを今までも積み重ねてきたわけでありますので、基本線は参議院選挙の時と変わるわけではありません。はい、それでは以上をもちまして、失礼しました。はい、どうぞ。政府は国連会議の成立について今
で枝野大臣が現地にその再稼働で説明に行くのではないかというようなことなのでそれに関する私は基本的な考えとしてはですね、やっぱり現状は、従来 30% の、パーセンテージを占めてきた、それを全部動かさない、動かせないということになるとですね、日本のエネルギー構造としては全く身動きの取れないことになる、産業構造としても非常な問題が生じてくるだろうと、こう思っておりますので、私の基本的な考え方はもちろん安全性をきちっと確認し、それから関係者の関係者といいますかその地域の理解を得るということを前提ですが再稼働すべきだと思っております。そして今の問題はですね、どこに問題があるかというと、例えば九州のですね玄海発電所を佐賀県の古川知事がいろいろ政府からの要請もあって再稼働しようとしたと、その時に担当閣僚も行って、そういう話になってたのを1日か2日後に菅総理が方針を変えてしまったと。つまりそれで相当きついことを言われたわけですね。で要するにその知事さん方としては国は大きなエネルギー政策の方向性っていうのはあるんだろうと、それから安全基準についてもあるんだろうと、そういう枠の中で自分たちは地元住民の感情をなんていうかきちっと言わなければいけない、それが知事の役割である、多分こう思っておられると思うんです。ところがそういう中でいろいろ決断したら国の方向が、ガタガタしているようじゃとてもそれは地元住民だって賛成の方ばかりではないんだろうと思うんですが、なかなか知事としては決断できないぞという、そういう思いを今原発がある地域の知事さん方はみんな持っておられると思うんですね。だからつまりそのこのままでいくとどうなるかって今お話がありましたけれども、要するに政府の姿勢っていうのは何なんだと、そんな手のひらを返すように迷走してたらなかなか信頼できないぞということを知事さんたちはそういうふうに口に出しておっしゃってるかどうかは分かりませんが、知事さんたちのお気持ちの裏にあるものを忖度すると私はそういうことじゃないかと思います。ですから政府としてはですね、そういう意味でのそのなんていうのか迷走を早く出してきちっとした方向を立ててですね、信頼感を回復することにもっと努力しなきゃいけないと思いますよ。はい、テレビ朝日の中です。昨日石原都知事と橋本市長、大阪市長がですね京都で会談したわけなんですけれども、いよいよ大阪と東京で連携の動きを見て始めたという感じなんですが、これが今の自民党にとって何か気になる動きなのか、それとも特にいろいろお話になったんでしょう。ただ私に対しては私は特に今申し上げるべきことを持っているわけではありません。はい、どうぞ。原発再稼働の関連なんですけども、再稼働すべきというのは原発全体のことをおっしゃったんですけども、大井原発についてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。私は原発全体といっても、これはいろいろなところの順番もあるでしょう。この間のような唐突なまた南海トラフがどうしたというような発表がある中で、さてどうするかとかいろんな混乱があると思いますね。だけれどもやっぱり大井なんかはそろそろ考えたらどうかと思いますが、ただ先ほど申し上げたような問題がそのあるんですね。で政府はまた何かそれがあるとすぐ方針が変わるような報道もあった。それではなかなか進まないんじゃないかなということを憂慮しています。はい、どうぞ。私はですね、滋賀県のことはあまりよく申し上げるのもあれですが、京都について言えば山田知事のお気持ちというのはですね、先ほど私が申し上げたようなところがあるんではないかと、
想像しております。要するに国はきちっとした方向性を持って、要請してきているのか、それともそこのところがもうフラフラしているのか、フラフラしているとなかなかそれは地元住民にもいろいろな感情がある中で自分としてもはっきりした決断をしにくいと、いうことを思っておられるんじゃないかと私は想像しているんですね。やっぱりそのこれも信なくば立たずということをよく申しますが、その一局面じゃないかと思います。まあ、枝野さんがそういう発言をした後ですね、例えば官房長官は地元同意を得るのは法的にも要請されているところではないと、こういうようなこともおっしゃっているようです。法的にそういうことが要請されてないというのはその通りかもしれませんが、先ほど申し上げたような背景、要するにこの民主党政権でですね、原発の再稼働についてどういうような対応を取ってきたかということに対して、はっきりした方向性を持ってですね、地元の方々に信頼していただけるような努力が非常に欠けてんじゃないでしょうか。まあそれがその私は法的にどうとか言ってるわけじゃないんですよ。だけどやっぱり現実にあれだけ反対をしておられる中で、その信頼をどう回復していくかということがなければ、それはなかなか動かせないだろうと思います。しかしそうこうしているうちに関電は原発の依存度が半分に達しているわけですから、非常に経済的にもですね、あるいは夏場の繁忙期の乗り切りにも難しい、ことになってしまう恐れがあるわけですね。だから政府としてはやっぱり方向性をきちっとして、もっと真剣に地元の信頼を取り付けられるように努力すべきだと思います。それでは以上をもちまして、谷垣総裁の定例会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。